文芸がすごい思い切った記事出してるなと思って、文春オンラインの無料版の方なんですけど、宮内庁幹部が告白、雅子さま人権侵害を受けてきたと、適応障害を発症された本当の理由、とうとう書かれ始めたなということですね。私文芸の有料会員ですから予約してご紹介したいなと思います。なかなか強力なんですよ。こういう勢いで平成時代に何があったかと、本当に起こったかと、まあ、ぜひとも文春さんには紹介していただきたいなと思いまして、見てこい、秋篠宮家がいかに異常であるかよくわかると思いますし、根本にあるのは男系男子だと思うんですよね。まあ、それがいかに異常なものか、いかに雅子さまが、ね、苦しめられたかわかると思います。12月9日に皇后雅子さまが還暦を迎えられ、心身の不調を、抱えて長い間苦しい戦いを続けてこられたが、12月8日発売の文藝春秋2024年1月号である。平成の時代から雅子さまのご様子を見続けてきた宮内庁幹部がその実情を本誌取材班に語っていらっしゃると。まだはっきりとは、見て子がやったとかそこまで書いてないんですけども、まあ、明らかにどう考えても見て子が関わってるのは間違いないと思います。後々に書かれてきたら嬉しいなとは思います。皇室という場所は個人の人権が一切守られていない、まあ、とうとう書かれたなと。雅子さま2003年に帯状疱疹を発症され、2004年には適応障害という病名を発表、公務をお休みになることも多く長い療養生活を送られてきた、だが天皇陛下が即位されてから5年が経った今、お出ましの機会が増えていまして、ご体調はかなり回復されているという、こういった詳細を知っていくと雅子さまの回復は心の底から嬉しいです。ここまでの長い道のりを振り返って宮内庁幹部はこう明かした。個人の人権が一切守られていないのが今の皇室という場所なんです。選挙権や戸籍もなく、職業選択の自由、信教の自由も持たずに財産権も制限されている。どこへ行くにも即位官がついて、何をするにも両陛下や警察庁長官、そして総理大臣に逐一報告されてしまう。皇族方は監視下での生活を余儀なくされている。赤坂御用地や御所など高い塀に囲まれた空間で幽閉されているのと同じである、あるいは囚われの身にあると言ってもいいかもしれません。現在17人の方がいらっしゃる皇族の中で、精神的で鬱的な状況に陥っていない方は一人もいません。皆様それを押し隠して公務や儀式に臨まれている、まあ、しかしながら例外もいて自由な行動をとっている。秋篠宮が引退されたにもかかわらず、プライベートな演奏会に国民の税金を使い倒して行ってる。見てこう、その方以外はこういった制限がある中でも、まあ、懸命に皇族のあるべき姿を提示してくださっていると思うんですけど、じゃあ文芸の方ですね。心身ともに疲弊されて、雅子さま追い詰められました。2003年春頃から発熱だり、まあ、いろんな症状が出てきました。そして抑うつ状態に陥ることも増えました。帯状疱疹を発信されて宮内庁病院にも入院されていました。そんな雅子さまに追い打ちをかける発言がありました。それが湯浅敏夫宮内庁長官でした。湯浅さんのありえない発言も書かれている文藝春秋はなかなか思い切ったなと思いました。定例会見で衝撃的な発言をし、世間に波紋を広げました。英宮様のお考えはあると思いますが、皇室の繁栄を考えると3人目を強く希望したい。これは愛子様の出産の後に言われたセリフでした。宮内庁を並びに上皇上皇后は満足しなかったわけです。これがいかに残酷なことか、まあ、分かりますよね。皇室先般の男系男子、という縛りがあるから、上皇上皇后宮内庁が そこに固執をしたんでしょうね。雅子さまに期待しないかのような発言に雅子さまは深く気づけられました。まあ子宝には恵まれて来られなかったメディアのプレッシャーとか、まあいろいろなものがあった、残酷だったと思います。文芸だけではなくて、プリンセス雅子という本が今手元にあります。かなり詳細に書いてあって、宮内庁って禁書なんですね。大手新聞メディアが広告を載せるのを拒否した伝説の書物なんです。読んでいるのが辛いんですけど、今回はご紹介したいなと。見てこい、雅子さまと2人だけで会ったんだという。そこで彼女は目の下にクマを作って何人以上も見てないように見える雅子さまに個人的な保護を約束したと。この説の真偽を確認するのは不可能である。宮内庁は公式に否定、拒否するでしょう。もしこれが本当ならば、結婚前に自分が保護をしますよと約束しているにもかかわらず、見て子が実際やったことが雅子さまをいじめに簡単当事者的なポジションだと思うんです。まあそれを本当に言ってるのであれば、見て子は自分がした約束もですね守ってない、それどころか雅子さまを追い詰める中心人物だと思います。皇室内部の事情通によれば、結婚以来毎月
雅子さまは上皇と上皇后の前に呼び出される。この上なく丁寧で堅苦しい言葉を使って、上皇は雅子さまがその月生理があったかどうかを尋ねる。そのために彼女は恥ずかしさに頭を垂れて、悲しいことにまだ妊娠しないことを告白しなくてはならない。また雅子さまが世継ぎを産むという義務を果たすまでは外出できないことを指摘する。これは真実であると証明されたわけです。鎌倉里美さん、湯浅敏夫長官、秋篠宮には3人目を強く希望したいと言って、秋篠宮が産み分けをおそらく使って、まあ、そして皇統を乗っ取ったんですけども、秋篠宮がそんなことをしなければ小泉さんが進めていた女帝論は進んでいたと思うんです。そしたら、今こんな秋篠宮が調子に乗られて5、60億の邸宅を作ったりもなかった気がします。この才能のある、かつては外交官としてよく旅行していた雅子さまが2年ぶりに海外に出られるはずの機会だと、男たちが飛行機に乗ったり変わったベッドに眠ったりすることが生殖の妨げになると心の底から思っていたものか、あるいは海外旅行は特典で雅子さまが協力しなければ取り上げるという暗黙の了解があったものなのか、その判断は読者にお任せいたしたいと。いずれにせよそんなことをしても効果はないだろう。ただ雅子さまご夫妻と職員の間に恨みのこもったくさびを打ち込むだけで、職員たちは意地の悪い話をメディアに漏らすようになりました。雅子さまがある役人を電話で怒鳴りつけ、事態が良くならないのなら皇族を辞めると脅して電話を切ったという噂話が流れた。これはデマでしょう、宮内庁の職員が流していると。それに驚かされたのか秋信なんでしょうね。だから彼らは雅子さま天皇家を攻撃するんじゃないですか。意地の悪い平成時代の宮内庁職員が勝手にね話作って流してるだけだと思うんです。ようやく結婚から6年が経って宮内記者会のジャーナリストが呼び集められて、日本が待ちに待ったニュースを知らされた。雅子さまに妊娠の可能性があるという。でも残酷じゃないですか。めちゃめちゃ注目されて相当ストレスになると思うんです。結局最悪の事態が起こってしまった。男運命をプレッシャーにあってようやく妊娠をされたんですけど、そんなストレスどれだけ過酷かありえないですね。だが喜びは投げ続きしなかった。2000年1月、妊娠7週間の胎児が死亡して流産手術が行われました。この騒いで記者とか朝日新聞も下手すれば一人殺してるわけです。流産は雅子妃がようやく認められたベルギーへの旅行が原因ではないかと医師は語ったと。この旅行はベルギーのフィリピ皇太子との結婚式に出席するためのものだった。なんでベルギーのせいにするんですか。医師はまたこの流産は新聞報道による騒ぎによって引き起こされたという考えも否定しました。医師はもうこんなふざけた発言してる考えられないですね。しかしマスコミは後に素直に申し上げて、マスメディアの過熱した報道に最初から悩まされていましたと語っている。絶対これだと思いますよ。明らかに彼女は皇室という金魚鉢での暮らしにまだ馴染めていないようだったと。内外からもプレッシャーをかけられて、海外旅行も取り上げられた。宮内庁は結婚3年後に海外旅行には問題があると決めたようだ。これも医学的根拠もないですよね、全く。1997年5月、楽しみにしていたはずの旅行、彼女好きなパリにできた日本文化センターのオープニングへの出席が直前に取りやめられた。外交官として輝かれていた雅子さまにインドネシアのご訪問、海外のですねご訪問を見ていると、やはり一番雅子さまが輝く瞬間かなと僕は個人的に恐れ多いながら思うわけです。本当に素晴らしい外交されるなと思いますし、日本に要人の方が来られても要人の方はご満足して帰っていかれる、お優しいと思いますし、天皇陛下もお優しいですから、そういった温かさ、お気遣いナチュラルにできられるんだろうなと思います。我々も想像ができない壮絶な苦しみがあったと思うんです。どんだけ辛いか、毎月呼び出されて病まれて、そして最近復活されたと、そういった背景を知ればすごい嬉しいって心の底は思いますし、やっぱりここまで追い込んだ宮内庁とか、まあ、湯浅さんもそうですけど、見てこうもう許せないですよ、本当に心の底から。文言の本で戻りますけども、すごいことが書いてあります。雅子さまに期待しないかのような発言に雅子さまは深く傷つけられたと。またこの踏み込んだ発言は長官の一存でなされたはずがなく、ついにこれが書かれました。背後に当時の天皇皇后両陛下、つまり上皇上皇后両陛下ですよ、の強いご希望があることも想像されましたよ。ついに書かれました、文藝春秋の方に、まあ、絶対にあると思いますけど、まあ、これは大きな第一歩なんじゃないのかなとは思いますし、文藝春秋にはさらに深掘りされてるプリンセス雅子に書いてあることを書いていただきたいもんだなと思いました。以上ですね。それでは皆様ご一緒に近しさ、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。